アボカド知ってる？アボカドは知ってるか。え、アボカドって食うのめっちゃ難しいのを知ってる？何が難しいかってさ、熟したアボカドを見分けるのがすげえ難しくて、しかもそもそも熟さないやつもあるらしくて、それ以上え、だからすげえ買うのがむずいんだよっていうのを何も知らずに、スバルはなんか1回目買って切って半分にして、わーなんだこれ硬すぎる、わーってなってたんだけど、しばらく置いといたら熟すかなと思って半分に切った状態でしばらく置いてたんだけど、そしたらもう半分に切ったら熟さないんだって。もう終わりなんだって。家政さんに言われて、しばるちゃん、あのね、アボカドはもう切ったら終わりなのって言われてだから切ったら終わりなんだ、もうジエンドなんだって。でも分かった、もう絶対見づらい。でもスバルアボカド好きだからアボカド食べたいので、またアボカド買ってきたので、もでちょっとこう触ったら、いやこれまだ硬い時ではないなと思って、もう間違わないよこれと思って、スバルは毎日アボカド触って、うん、まだ硬いな、まだ熟してない。でまた次の日も触って、うん、まだ硬い、まだ熟してない、まあ、そうして3週間ぐらい経ったわけ。全然熟さねえじゃんこのアボカドと思って、硬いんですけど。まあでもアボカドってなんか難しいし不思議、なんか見た目もちょっといかついから、まあ気難しそうだし、まあ結構熟すのに時間かかるんかな。気長に待ってやるよガハハとか言って、なんかずっとね毎日アボカド触っては冷蔵庫に戻すっていうのをやり続けてたの。そしたら昨日家政婦さんに、ワイちゃんこのアボカドも食べないのって言われて、え、食べますけどって食べるんですけど、ただ熟してないから毎日触って戻してます冷蔵庫にって言ったら、あの家政婦さんが、いやこれ多分硬いの皮が硬いだけだからもう中身腐ってると思うよって言われて、そんなおい無理ゲーだろ。もう皮シオシオで水分抜けちゃってて、そもそも皮が硬いだけだからもう中身腐ってると思うよ、だってずっとあるじゃんこれアボカドむずすぎるだろ。え、アボカド農家すごいんだけど。でアボカドってそもそも熟さないやつもあるし、すごい難しいのよねって加瀬さん言ってた。アボカドなんか買ってその日のうちに食う、違うんだよ、わー、それアボカド検定3級ね。アボカド買った日に食べるとマジで緑色のカチカチアボカドなの。3級スバルはアボケン2級ぐらいあるから、知識だけあるから。スバル2級ね。でもわかるよ、スバルも最初3級4級から始めた。てかアボカド農家さんいる、あ、これいたぞ、おいアボカド有識者。ヘタ周辺を触ると少し中にへこむ感触があれば熟しており、果肉が柔らかく、ヘタの周りを触ればよかったんだ、こうすればよかった、ヘタの周りを触るといいらしいぞ。これアボケン1級すげえ、アボプロアボプロインターネットに書いてあるぞ、バカ野郎バカ野郎わからんだろ、アボカド農家かもしれんだろさっきの人。もうアボカドうまいからな、最高や。